北海道日本ハムファイターズ対横浜 DeNA ベイスターズ、この試合の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は左の宮台、対するベイスターズの先発は左の櫻井、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。左の宮台マウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは関根。第4球を投げました。変化球、空振り三振。バッターは2番倉本。第2球投げました、打ちました、いい当たり、1、2塁間破った。倉本、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた、空振り三振、バットアウト。低めの変化球でスイングアウトを取りました。次が4球目、投げた、ボール。さあ、5球目、危ない球。第6球をランナースタートを切った、打った、サード正面のゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。結局一塁残塁で終了です。ファイターズ、まずは無得点に抑えました。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはヒューマン。第4球を投げた、アウトコース低め、ボール。第5球投げた、打った、切れていきます、ファール。第6球を投げた、危ない球。第7球を投げました、外角低め、見逃し三振。第3球を投げました、一つ外してボール。投げました、打った、破った、百瀬、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。左バッターボックスは宮本。投げました、低め際どい、ボール。次が5球目、打ちました、ファールボール。次が6球目、投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった、完全に外れた、ボール。さあ、5球目、打ちました、ボテボテのショートゴロ。ナンバーボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー百瀬、残塁に終わりました。2回の表が終わって、ベイスターズ無得点で終了です。ベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはタイナ。第3球を投げた、ストライク、膝元厳しい球でした。ワンボールツーストライク、フォークボール、見逃し三振。打順は1番に帰って関根。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打ちました、三遊間の当たり、破った、関根、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。第4球を投げた、アウトロー際どい球、ボール。次が5球目、投げた、ボール。第6球を投げた、フォークボール、見逃し三振。バッターは指名打者梶谷。今日の第1打席はスイングアウト、投げた、まっすぐ見送ってストライク。さあ、次の投球、外角低め、ボール。投球はこれから3球目、ストレートはボール、外角低め、空振り、タイミング合いません。第5球投げました、打った、抜けた、ボールは中継、梶谷、ナイスバッティングです。ファイターズ、先制のピンチを迎えます。危ない球。第2球、ストライク、投球は3球目、投げました、アウトロー、外れてボール。投げました、スライダー、ボール。さあ、投球は5球目、5球目ストライク。第6球をランナー一斉にスタートします、三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ファイターズ、この回ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。3回の表が終わって0対0、ファイターズ。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターはヒューマ、投げました、打った、バットが折れた、これはセカンド真正面、セカンドから一塁送球、アウト。リプレイをご覧ください。バッターは6番百瀬、これが2度目のバッターボックス。投げました、低め、空振り三振。宮台、3球で仕留めてみせました。第1球投げた、アウトコース低め、ストレートは外れてボール。投げた、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、危ない球。次が4球目、投げた、
打ちました。ショートの右、ピッチャー返し、ボールはファーストへ、アウト。スリーアウトチェンジ。宮台、この回ピシャッと3人で抑えています。4回の表が終わって0対0、ベイスターズこの回も得点を挙げ、5回の表1点を追いかけます。ベイスターズの攻撃、この回のトップバッターはマシコ。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投球これから4球目、ボール投げた、外角低め、空振り三振。右バッターボックスは9番タイナ。投げました、打ちました、抜けた。タイナいいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。打順はトップに帰って関根。関根第2球投げました、決まった、ストライク。一塁へ牽制球を送ります。第3球を投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。宮台見事なピッチングです。第2球ランナースタートを切った、キャッチャー二塁送球間に合う、これは悠々セーフ、盗塁を許します。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げた、アウトロー、空振り三振。先ほどのプレーです。ファイターズこの回2アウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。5回の表が終わって1対0、ファイターズ1点、ファイターズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご来